ナルフ冬は、グアテマラにある、古代の高チマヤ遺跡。千古天気から古天気まで人が居住しており、高地マヤの中心地だった。現在は、遺跡の大部分は、首都グアテマラシティの市街地のもとに埋もれているが、アクロポリス周辺が遺跡公園として残る。ナルフ冬とは、キテ語で、死者の丘あるいは、祖先の丘を意味する。面積は5平方キロメートルほど。 神なる冬は峠に位置し、北の低地マヤや南の太平洋岸との貿易に有利であったと考えられている。神なる冬には200を超える住宅、神殿、ピラミッドの跡が残っている。低地マヤと異なって石が十分になかったため、火山灰や粘土を使用して家を建てた。アクロポリスとパランガナと呼ばれる複合建造物は古典期前期に タルータブレロ様式で建築されたが、古典期後期に大幅に改築された。絵を刻んだ石碑は、紀元前700年頃のものが最も古い。千古典期後期には300を超える石碑が作られた。石碑十号は独特の文字を記しているが、解読されていない。千古典期の遺物には人や動物をかたどった特徴の、ある土偶や土笛、祭祀に使われた航路があり。 また他の地域からの輸入品と見られる、黒曜石の道具、翡翠、土器などが発見されている。千古天気後期の彫刻、雷冬には千古天気前期の終わりから人が住み始め、千古天気中期から建造物が作られるようになった。千古天気のグアテマラ盆地にはいくつかの湖があったが、そのうち最大のものはミラフローレス湖と呼ばれ、 雷冬の中心25ヘクタールほどを占めていた。集落は湖を囲むように作られた。湖からはいくつかの運河が伸び、中でも南に伸びるミラフローレス運河は、紀元前600から400年頃のもので、メソアメリカ最古の運河である。千古天気後期になると人口が4500人ほどに増え、多数の建造物が作られた。支配者の墓もこの時代に出現する。 しかし、西暦100年以降、ミラフローレスコは干上がってしまった。先古天気の終末期にあたる200年頃に一旦、人口は減少する。古天気前期の時は、西の高地との緊密な関係が見られる。カミナル冬の周辺には、マヤ族だけでなく、新家族、レン家族、ソケ族など様々な民族が住んでおり、カミナル冬はこれらの民族の交流の地であったかも、しれない。 西暦400から600年になると、タルータブレロ建築などのテオティワカンの影響が見られるようになるが、これが政治的支配によるものか文化的影響によるものかは議論が分かれる。古典期後期にカミナル冬は再び栄えたが、この時代には石碑は建てられず豪華な墓が作られることもなくなった一方で、球技場は十二も作られた。この現象は、 権力の分散を意味していると考えられる。おそらく人口圧によって支配階層はカミナルフユを離れるようになり、9世紀以降カミナルフユは徐々に放棄された。その後は小さな主張同士、さらにメキシコから流入者も加わって、取りを築いて互いに争うようになった。カミナルフユ一石は18世紀にはすでに知られ、1925年に、 メキシコのマヌエルガミオにより最初の発掘が行われた。その後、1935年にサッカー場を拡張しようとして使を発見した。グアテマラ教育省の依頼により、カーネギー研究所のアルフレッド・ V ・キダー、ジェス・ジェニングズ、エドウィン・シュックラによる発掘が行われた。神なる冬の遺跡公園の整備には、日本の ODA も使われている。ありがとうございます。